ヒバハンコクの国旗ヒバハンコクは、1512年から1920年にかけてアムダリアの下流をび、中流地域に栄えた、チュルク系イスラム王朝。シャイバーニーアサ、シビルハンコクと同じく、ジョチウルスのシバンカに属する王朝である。建国当初は、クフナウルゲンチを首都としていたが、17世紀前半からヒバに戦ンし、セント後の首都の名前に由来する。 ヒバハンコクの名称で呼ばれる。クフナウルゲンチを首都に定めていた政権は、ウルゲンチハンコクと呼ばれることもある。ヒバハンコクの建国者イルバルスは、ウズベク国家のブハラハンコクの創始者、アブルハイルと別の家系に属する。イルバルスの一族は、アブルハイル家と敵対関係にあり、1500年に、シャイバーニー城の藩に即位した、ムハンマド・シャイバーニー藩の遠征事業にもイルバルスの、 一族は参加しなかった。1510年にシャイバーニーァンがサファビー朝との戦闘で敗死したとき、シャイバーニー町が領有していたホラズム地方はサファビー朝の支配下に入った。このときにホラズムの住民はイルバルスと彼の兄弟であるバイバルスを呼び、サファビー朝からの解放を願い出た。1512年にイルバルスは サファビー町に一時奪われていたホラズム地方を奪回し、帰化のウズベク諸部族を中核として、トルクメン系遊牧民、オアシスト氏のイラン系、トゥルク系の定住民を支配下に置き、王朝を樹立した。しかし、ホラズム地方で定住生活を営んでいたイラン系の住民は、サファビー町の支配を支持し、しばらくの間イルバルスに抵抗していた。 1559年にヒバとブハラの施設がモスクワを訪れ、ウズベク国家とロシアの交流が始まった。ロシアからは、中央アジアのロシア人奴隷を買い戻す死者が送られ、ヒバの藩はロシアに息吹き、鉛、鷹を求めた。17世紀前半には、カザフやオイラトといった遊牧民の侵入と王室の内向に苦しみ、イランの王朝やブハラ藩国との抗争で、内情は、 不安定な状態に置かれていた。1593年にホラズム地方はブハラハン国によって一時的に占領される。また、1570年代にアムダリアの水路の変化によって首都のクフナウルゲンチは衰退し、アラーブ・ムハンマドの知性の初期にウルゲンチはコサックから略奪を受けた。アラーブ・ムハンマドの知性の末期にヒバに占拠された。 1621年、アラブ・ムハンマドは、このハバシュとイルバルスによって敗位される。イルバルスは追放され、トルクメン人から指示を受けた王子イスファンディアールが即位するが、イスファンディアールは、範囲をうかがう兄弟と戦わなければならなかった。17世紀半ばに即位した、アブルガーズイー、アヌーシャ親子の知性に、藩の権力は強化され、積極的な考え事業。 都市建設、軍事遠征が実施された。1643年に即位したアブルガーズイは1645年に国内のトルクメンを虐殺し、彼らに代わってウズベク族出身のアミールを養殖につけて国内を安定させる。アブルガーズイは内紛で混乱するブハラハ国に7回の遠征を行い、ロシアなどの近隣の国家と通行した。1646年、 47年に荒廃したウルゲンチの住民のために新たなウルゲンチが建設され、アヌーシャの在位中には、韓国内部にベ主シュカラと呼ばれる、考え網が整備される。二人の在位中に、韓国南部に建設されたウルゲンチなどの都市と運河は19世紀以降も、主要都市、幹線運河の地位を保ち続ける。アブルガーズイー、アヌーシャの軍事遠征に疲弊したアミールたちは、 アヌーシャを廃位し、その後およそ30年の間に10人以上の王族が、藩が即位するが、王族の出自は一部の人物を除いて不明な点が多い。18世紀には遊牧民の侵入、王家の内紛に加えて、ウズベクとトルクメンの対立とロシアの介入が、韓国を苦しめた。ヨムド部族をはじめとするトルクメン人の略奪によって、韓国の領土は荒廃する。 1714年から、ロシア帝国のピョートル一世の命令を受けた、チェルケス人将校ベコビチ・チェルカスキーが、中央アジアのカスピ海東岸地域を調査し、現地に要塞を建設していた。1717 17年に、ベコビチが、ヒバ遠征を行った際、当時のハンシールガーズインは、ベコビチを欺いて、ロシア軍を壊滅させ、彼を殺害した。 1720年にシールガーズイーはロシアに謝罪の使者を送るが使者はサンクトペテルブルクの牢に遊兵され獄死した。1728年に創始者のイルバルスとは別の家系の出身であるカザフ族のイルバルス2世が藩に選出される。1720年代末からイランで台頭した。 アフシャール朝のナーディルシャーの攻撃に対して、ブハラとは反対にヒバは激しく抗戦した。1736年にアフシャール朝の王子レザークリーが中央アジアに侵入すると、イルバルス二世はブハラの軍と連合して勝利を収める。ブハラがナーディルシャーに降伏した後、ヒバの宮廷に降伏を勧告する死者が送られると、イルバルス二世は死者を処刑して、 拒絶の意思を示した。しかし、1740年にヒバはナーディルシャーに占領され、イルバルス2世は処刑された。1740年から1747年までの間、ハンコクはアフシャールアサに従属する。18世紀後半に入った頃のハンコクは、領内が荒廃しており、ヒバの建造物は廃墟となって、住民の数は減少した。 カザフ出身のハン・カイプは王権を回復するために実権を握っていたアミールのアタリク・フラズベクと彼の出身部族であるマンギト部の人間を処刑した。しかし、課税に反発したハンコクの住民が暴動を起こしたためカイプはカザフスタンに逃亡した。新たにハンとなったカイプの兄弟カラバイはブハラハンコクの仲裁によって1757年に ブハラの区別であるテムルガーズイを藩とすることで、反乱者と和解した。1763年からは、コンギラト族出身のイナクノムハンマドアミーンが、実権を握った。1770年に、ヒバの町はヨムド部族によって、占領、略奪され、さらに、韓国南部で発生した飢饉のために、住民はブハラ方面に移住する。 同1770年に、ムハンマド・アミーンは、ブハラに亡命し、ブハラのダーニア・アールビーの支援を受けて、ヨムド部族からヒバを脱回した国政を掌握した。ムハンマド・アミーンは、自ら藩くらいにつかず、9月の藩を立てて、他のアミールと争った。ヒバの歴史家たちは、ムハンマド・アミーンの勝利が、韓国の復興の転機となったと考えた。ロシアの画家はシリー・ベレシチャギンが描いた。 1873年の、ヒバ攻撃ヒバのイラン人奴隷反国の実権を握る、イナクたちは北方に居住するチンギスハーンの思想を、代々傀来の藩として擁立した。が、1804年に、ムハンマド・アミーンの孫イル・テューゼルは、アブルガーズゴ後イを排位し、チンギス,スウェイを藩としない、イナク・アサを創始した。イル・テューゼルの散奪に反対した。 ウイグル族の超アタリクベクプラドは殺害され、アタリクの一族はブハラに亡命する。イル・テュゼルに対するウイグルの抵抗は、時代のムハンマドラヒームの治世まで続いた。1806年にイル・テュゼルがブハラとの抗争で戦死すると、彼の弟のムハンマドラヒームが後を継いだ。ムハンマドラヒームは、アブルガーズィー5世を福井させるが、1806年末に、 再び彼を廃位し、改めて藩となった。ムハンマドラヒームは、カラカルパクビトを服属させ、ホラーサーアン遠征を成功させた。1821年にブハラトンの戦争が再開され、1825年に結ばれた和議では、ヒバのトルクメニア支配が強化された。時代のアラーフクリの時代にも、領土の拡張は続いた。18世紀半ばまで、ヒバ、ブハラ、 イランのカージャール長がトルクメニアの支配権をめぐって争い、現地のトルクメンは状況に応じて同盟者を変えた。ブハラやトルクメンとの交渉で国力は衰退し、軍事力を背景としたロシア帝国からの要求に従わざるを得なくなった。1868年のブハラのロシアへの降伏は、韓国全体にロシアに対する警戒心を引き起こし、1870年に 韓国からロシアへの穀物の輸出が禁止された。1873年に韓国はコンスタンティン・ホン・カウフマンが率いるロシア軍の攻撃を受け、ヒバは陥落する。ハンのムハンマド・ラヒームは陥落前にヒバから脱出しており、7年間遊兵されていたムハンマドの兄弟アタジャーンがヒバの人間によってハンに擁立されていた。カウフマンは アタジャーンを反とすることを認めず、ムハンマドを召喚して、反の地位を返還した。南下政策に対するイギリスの批判を抑えるとともに、現地のムスリムの反乱を防ごうとするロシアの思惑により藩国は保護国とされ、領土を縮小された。ムハンマドとカウフマンの会見は1873年6月2日から開始され、同年8月12日に、 韓国をロシアの保護国とする条約が締結された。韓国は保護国家とともに220万ルーブルという巨額の賠償金、外交権の放棄、ロシア船舶のアムダリアの優先通行権という条件を飲まなければならなかった。また、ヒバはブハラと同様に奴隷制度が廃止され、4万人に及ぶイラン人の捕虜が解放された。奴隷制度の廃止とともに、 長らく行われてきた国慶も廃止された。国の行政はロシアの司令官の管理下に置かれ、外政はトルキスタン総督府とサンクトペテルブルクの外務大臣を通さなければならなかった。イスファンディアル、反イスファンディアル反の時代には大臣のイスラーム補助がロシアを基範とした近代化政策を進め、郵便局、学校、 病院を建設するが、彼の人望を恐れた藩と聖職者によって処刑される。中央アジアで、ジャディード運動が展開する中、ヒバでは、青年ヒバ人を称する知識人たちが、ジャディード運動を展開し、ロシアの保護下で、維持されていた旧来の王政の改革、政治改革に先立つ教育制度の改革を主張した。しかし、 1907年からのロシア第一革命の反動期に中央アジアのムスリム民族運動に圧力がかけられる。1916年初頭にトルクメン人のジュナイド藩によってヒバが占領され、イスファンディアルはロシア軍の力を借りてトルクメン人を追放した。1917年の2月革命によって、 帝政ロシアが打倒されると、青年ヒバ人は後ろ盾を失った藩に対して、議会の設置を要求した。ヒバ政府と青年ヒバ人の交渉の結果、同年4月5日に、イスファンディアルは立憲君主制の宣言に調印し、30人から50人の議員で構成されるメジリスの設置に同意したが、夏には、青年ヒバ人の指導者層が逮捕され、イスファンディアルは、 権力を奪回する。1918年1月に、イスファンディアルは、ジュナイド藩をヒバに呼び戻して司令官に任命し、トルクメンの軍事力を背景に、ボリシェビキに対抗しようと心を見るが、同年9月に、イスファンディアルは暗殺され、ヒバでは、ジュナイド藩による、独裁政治が敷かれる。ジュナイド藩により、サイード・アブドゥラー藩が擁立されたが事実上ジュナイド、のグツであった。 ジュナイド藩によってメジリスは解散され、青年ヒバ人の指導者は逮捕、処刑されたが、ジャディードたちは、他主権とペトロ・アレクサンドルフスクで委員会を組織し、ヒバでの革命を支援した。1919年夏にチムバイに駐屯していたカザフキ兵隊がソビエト政権に反乱を起こしたことをきっかけに、トルキスタン赤軍がペトロ・アレクサンドルフスクに進軍し、 11月初頭に、ヒバ北部で、トルクメン人の反乱が勃発した。1920年に赤軍とトルクメン人の攻撃に直面した、ジュナイド藩はヒバを放棄して、カラクム砂漠に逃亡し、1月末に、サイードアブドゥッターの入場要請に応じて赤軍がヒバに入場した。1920年2月2日に、サイードアブドゥッターは、大尉を宣言して、 憲法制定会議の招集を布告し、4月にホラズム人民ソビエト共和国が成立する。しかし、革命は赤軍の介入によって引き起こされたものであり、革命の後ヒバのジャディートたちは権限を制約される。サイード・アブドゥッターはチェーカーに逮捕された後、ウクライナのクリボイログへ流され、1932年に没死した。ジュナイド・ハンはバスマチ運動に合流し、 1938年に亡くなるまで抵抗を続けた。その後、ヒバハン国の領域はトルクメニスタンとウズベキスタンのカラカルパクジ治州に分割された。ヒバハン国はスルターンの称号を帯びる王族の共有財産とみなされており、王族には所領が分割され、アミールと軍人にはソユルガルが授与された。17世紀からはカスピ海東岸部に居住する。 トルクメン人のホラズム地方への移住が本格化し、各地の王族は彼らの取り込みを試みている。16世紀から17世紀にかけてのン国では、アミールやスーフィー教団のシャイフの影響力が強く、歴史を通して王権は概ね弱かったが、中にはアブルガーズイーのように内政と外政の両方で実績を残した藩もいた。藩たちはサインードの称号を得るため、 土着の宝者の娘と結婚し、19世紀には、藩の多くが、サイードを称するようになっていた。田舎朝の創始者であるイルテュゼルは、自らの家系の権威を高めるため、宝者の一族の娘を略奪して高級に入れた。国政においては、アミールとシャイフが強い影響力を有しており、文官は彼らに次ぐ立場に置かれていた。藩とアミールシャイフの対立は、 ブハラハン国よりも深刻であり、17世紀のイスファンディアールの地政には大規模なウズベックの虐殺が行われた。イスファンディアールの次に即位したアブルガーズイは1645年にイスファンディアールの虐殺に加担したトルクメンの殺戮を行った。部族性の概念は同じウズベック国家であるブハラハン国よりも深く根付いており、遊牧生活を営んでいた。 部族集団は定住生活に移行した後も、なお部族単位で居住し、国内には、コンギラと、マンギト、キプチャクなどの部族集団の名前を冠した都市が存在していた。ロシアによって保護国化された後、藩は司法権のみを認められ、行政権はデーバーンが司っさどった。D. バーンは7名の議員で構成され、うち4名はトルキスタン総督が任命し、 残りの3名はヒバで選出された貴族が占めた。ディヴァーンは常設の機関ではなく、ロシア軍が、韓国内に駐屯している場合にのみ権限を行使、できた。ディヴァーンを務めた、ロシア人将校イバノフは、韓国と総督府によって弾圧されていたトルクメンのヨムド、部族を保護し、彼らをロシアに基準させた。ヒバ韓国を支えていたのは農業であり、遊牧民のウズベク族が、 ホラズム地方に根付いていた農業技法に及ぼした悪影響は小さかった。ヒバの農業はアムダリアの水系に支えられ、18世紀末からホラズム地方では灌漑水路の建設と修復が行われた。東トルキスタンの正常が安定した18世紀末より、ヒバ半国が位置する西トルキスタンとロシアの間の通称が活性化する。一方、 各地の領主が領内を通過する商人や死者に税を課したため商業の停滞を招いたとする見方もある。主要な公益相手であるロシアからは金属製品、毛皮、西欧の製品を輸入し織物、絨毯、手工芸品を輸出していた。反国内には独自に鋳造した貨幣が流通していたが貨幣の価値は地域によって異なっていたため経済的な安定は 確保されていなかった。仮タミノル16世紀から18世紀の間に、ヒバハン国内で建てられた施設は実用性を重視したものであり、芸術性は低いとみなされている。同時期にジャーン・アサが、ブーハラ、サマルカンドに建設した施設に比べて、芸術的価値が低いとする評価もある。この時期を代表する建設物に、アヌーシャが建設したシャーハーバード要塞と要塞に、 引かれた水路などが挙げられる。1740年にナービルシャーによって内城の建設物が破壊されたが、18世紀末から19世紀にかけて多くの施設が再建された。17世紀のヒバでは文芸活動は停滞しており、君主であるアブルガーズイ自らが歴史書を編纂した背景には、宮廷に国史の編纂を任せられる人材の不在があった。 19世紀の医学朝の時代になると、韓国の学芸に発達が見られる。王朝の創始者であるイルテューゼルは、若年の文人シール・ムハンマドに、国史の編纂を命じた。ティムール朝の歴史家ミール法ンドの著書をペルシア語から、トルコ語に訳するよう命じられたシール・ムハンマドは、国史の編纂を中止するが、翻訳を終えることなく病没した。シール・ムハンマドの死後、 1839年に彼の老いであるムハンマド・リザーが編纂事業を継承し、ムハンマド・ラヒームの治世に至るまでの国史を書き上げた。イナク朝時代の建築物には芸術性も備わり、ラフマンクリが建てたハザラスプの宮殿やアブルガーズイー、ムハンマド・アミーンのヒバのミナレットはヨーロッパからの来訪者にも驚きを与えたと言われる。 カリタミノルは計画当初の予定では100メートル超の高さとなるはずだったが、藩の死によって建設は中断され、高さは28メートルにとどまった。1852年にアブルガーズイ、e、ー、ムハンマド・アミンによって建設されたマドラサは、中央アジア最大の規模のマドラサであり、全盛時には100人ほどの学生が在籍していた。こうした、いなく長期の建設事業には、 他国の捕虜や強制的に連行した技術者が刺激されていた。ロシア帝国の統治下の1910年に建てられたイスラーム補ャのミナレットは現代のヒバのシンボルとなっている。イルティゼルイナクムハンマドラヒームバハドゥールアンラーフクリ、バハドゥールムハンマドラヒームクリアブルガーズィ、ムハンマドアミンバハドゥール、アブドゥッタアクトルフムハンマドムラドバハドゥール、 マフムードサイードムハンマドムハンマドラヒームバハドゥール、イスファンディアル、ジュルジバハドゥールサイードアブドゥッラー。ありがとうございます。